っ騙されるやろ。通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから。かわいい。やめてよ。かわいい。そうだ、全然怪しくない。ちょろちょろ。めちゃめちゃ怪しい。ちょろちょろだ。色仕掛けが強そうじゃない。こいつ可愛いな。お前らに名乗る名はない。この手を離せ。かっけえ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだ、すげえな。急に本性出してきたじゃねえ。ならこの手はなんだ。振りです。震えてるじゃねえ。演技です。武者震いってやつだよ。かっけえ。そんな男たぶらかすような格好して武者震いなんだ。いいよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん。あれ、あ、え、待って、目障りだ。わあ、東さん。東だ。え、出てくるんだ今作。たく、たちの悪い。うわー、久々に見た。相変わらず可愛い顔しやがって。あの礼なんていらねえ。この街歩くとき東。おいおいおい、特にお前人気投票1位らしいじゃねえか。ありがとうございます。ターボを差し置いて。だから礼なんて。え、遅い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 。なんで遅い遅い。俺の名前は白崎です。源田法律事務所の。分かんなかったんだな。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで。かわいい。しかし昭和か。すげえっすね。驚き方昭和じゃん。見違いましたよ。おいおいおい、やざみやざみ、起きろ。すごい、反響ひろし ASMR、 玉木ひろし ASMR。 うわ、イケメンだ。よかった、もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。ちゃんと教育しろって。そう、ま、意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。かっけえ、こいつ。じっくり話し合いができる。マジで八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。お咎め。こいつがあそこに来たのは想定外だ。ん、下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。ん、でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。あ、どういうことだ。あ、いた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 。なになに、そういう趣味。痛いか。痛いです。痛いよな。趣味。見たろ、まず痛み。あ、教育。それから恐怖だ。やめてください、教育に使うの。痛みを感じて、怖い怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。怖。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。怖すぎでしょこの人。似合うな。それで初めて情報が引き出せる。だよな。やべえよやべえよ。俺は人の嘘を。こいつやべえよ。俺が昔親父に褒められた、ただ一つの特技なんだ。一個しか褒められなかったの。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ八神さん。顔かっけえ。何喋ってても顔かっけえってなっちゃうわ。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。いや、海藤さんと飲み歩いてましたけど。うちのそれが何を意味するかわかるか。お前らにとって俺は用済み。海に沈められるの。下手に賢いとこういう時損だな。え、え、どうすんのこれ。じゃあ俺からも質問です。うざ。この場面で俺たちはお前を生かして返すでしょうか。利用価値いっぱいあるけど。ターボ、それとも生かして返さないでしょうか。一旦友達になんない。うちら互いのこと何も知らないじゃん。交換日記から始めようよ。その顔は答えを知ってるって感じだな、ね、誕生日教えてあげるよ。私の正解3月10日です。あっさり殺すような真似はしねえ。なぶり殺しにする。趣味悪いの。じっくりと時間をかけて鼻血出てるぞ。地獄を味わってもらうぜ。
お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。プロフィール帳交換しよう。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてる。うわやめて。どこだが、そいつもくれてやる気ある。おい、粗暴だぞ。いや、行ったやめて。趣味悪いって。痛い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 。すかした探偵さんよ、まだまだ終わりじゃねえぞ。やめて。おい、あれの準備だ。怖い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 。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。そんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お首。人間どこまで切られたら死ぬかやってみたってそうだ。首は結構すぐ死ぬから他のがいいと思う。だろう。足腕あたりからやった方がいいと思います。手の先っちゃから少しずつ切り落としてる。いや、手の先っぽはね、神経めちゃくちゃ通ってるから。まずは右の手首、うん、そして左手首、右肘、左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。儀式。切り込み隊長にして。切り込み。笑えねえんだ。そのギャグ。全員やるんだよ。ああ、今日は同じ班にしてる。みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。無理くない。朝で行け。無理くない。出血多量で死ぬくない？でも…やめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるような真似やるわけがねえ。結局お前らが…意識はっきりしてるな。お前らだけがバカを見る。よく喋れるの、すごいね。言ってくれるじゃねえか。ふざけやがって。うわぁ、ならばだからぶちまけて。うわぁ、やばい。怪盗さん、怪盗さん、きちゃー。待ってた。うわぁ、よかった。かっけぇ、よかった。来ると思ってた。王子じゃん、ちょっと。なんでここに。どうやってこの場所が分かった。待ってた、よかった。うちのターボが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。かっけえよ。そこでおとなしく見てよう。いやいや、気づいたな、ここにいるって。そうはいかないよ。おい、出口を下げ。全員ここで始末する。ボコボコにされ。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞ、お前ら。そうだな。あ、え、ターボ立てるの。俺もここにいる全員座ってな。誰も逃がす気はない。フラフラやん。危ない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 。タボもういいって。座ってなよ、死ぬって。やれるんだな、タボ。なんだったら休んででもいいぞ。それはどうだろう、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって感じてる。かっけーよ、かっけーよ、ターボすげーよ、お前。やっぱゴルジには美味しい。死ぬ直前まで行って。ちょっと首輪でもつけて手元に置いとく。うわ、すごい。趣味悪い。ペットにするってこと。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。上場者間違いない。瀬戸防衛お返しさせてもらうぜ、阿久津。おお、今夜のヒロインをお連れしました。言い方。クイーンルージュの沙織さんです。ああ、なるほど。こりゃ前評判以上だ。パンパンパン。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。そんな大きい声出さなくても聞こえるから。来なよって。そんな。阿久津さんの噂は金がね。有名人と会えるなんて。すごい肝座ってるな、沙織さん。まあ座んなよ。
疲れてるとこ釈放しろなんて言わねえ。半端じゃなく高いんだよこの酒、うん、無粋かでもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろう、うん、そんなこと。そしてこっちがお待ちかねの。どっから出した今。ボーナスだ。100万円入り。え、普通の親子なら大金だよな。誰にとっても大金ですよ。100万。おお、弁護士にとってもそうなのか。白崎先生、やばい。どういうことですか。あ、やっぱりほら言ったじゃん。やっぱり探り入れてきたんです。出た出た。この女弁護士、なんだっけこいつの前、ケンジだっけ、なんだっけ。その時は河合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくんだよ。でも大丈夫、ターボが助けに来てくれるから。こそこそ鍵があるようなやつは大抵殺のスパイだが。名前なんだっけ。それが今日は弁護士の女先生とはな。なんで俺んとこに来た、うん、誰の差し金だ。あ、綺麗顔。どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたの。いや、ターボーがいるから まずくない。まずい状況なのは私ではなく。やっぱりかっけえ。あなた方がです。ヒュー、きちゃー。なんだ。わっ、ヒガチ。思ったより探すの大変だったよ。ヒガチ。アクツ、かわいい。サオリちゃんの糸引いてたのはお前か。走るサオリさん、世界一可愛かった。久しぶりだな、三下のお前が。組抜けてからお山の大将だって。荒らせんな。三下はてめえだろが東。おめえ人気投票1位の悪口言ったか。お前らに乗り込んできた根性は買ってやるよ。いやがみ、お前は一度拾った命だったのに。お前がまだこっちは全員で揃っちゃいないよ。ああ、え、本当にぶっ壊してるのは相馬の方なんだよ。カイトさん、おかえり。とりあえず今夜は。え、もう大丈夫なの。してやる。強ない。復活早。まだ殺されたんだ。大丈夫なん。じゃあやつ、この3人いいね。今日はここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めるかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。東かわいすぎやろ。一丁ケーキの頼む。なんていうの、レディーファイみたいな。そうですか。ではお三方やっておしまい。かっけえ。しゃあ行くぞ。沙織さんのためなら何でもします。めっちゃかっけえな。いいね。おい。私もカイトさんと肩組みて。いた。もう阿久津と何回戦ってるかわからんよな。2、3回ぐらい。おお、ナイス。いいよ。おお、今からか。イージーならなんとか倒せるレベルでよかった。ノーマルだったら死んでた多分。そこの4人動くな。うわ、消すきちゃった。肝心な時いないで面倒な時に来るんだよな。ほんまな。あいつらも公安の差し金か。本当に。さあね、どの道かまってる暇はないんだけど。さっき通報したからじゃない。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。ナメさん。こっちは三越場の件で江原を調べられることになったぜ。ありがとう、ナメさん。クアナがまずいことになってんです。そうなんですよ、今から追いかけるんです。応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ナベちゃん、俺が補助するから。えっ、何すんだ。
そっちこそ邪魔をするな。ナベさん、お前所属と名前は。こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。うーわ、絶対公安だ。いいから引っ込んだろ。やば、刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。え、こんなことしていいの？誰の指示が。やばすぎ。刑事殴れるんだ。大丈夫、ナベさん。妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。やべえよ。あれ、ヤガミさんじゃん。こんなとこで何やってんの？お、マッツン。マッツン。え？ちょい、え、ワクワクする展開来た。なんだよ。皆さん。来ちゃあ。スマホを奪おうとしてます。いいね。許されるんでしょ？ナイスナイス。ナイス。杉浦、車だ。いや嬉しいな、あのいじめてたやつらがここまで構成してくれたなんて。いいやつらだ。やるじゃねえか。いい手、熱い展開だ。いいね、マッツン。あ、あー来た、鉄装さん。鉄装さん、いやめっちゃ熱いな。いいね、かっけえよ。よし、めちゃめちゃテンション上がるなこれ。了解。かっけえ兄貴、一晩一緒に過ごしただけあるわ。ってことは正面から堂々と行けってことだ。脳筋の考え嫌いじゃないです。私も脳筋なので倒しゃいいやんみたいな。じゃあ倒しゃいっかみたいな。一人25人20何人だ、30人ぐらいずつやればいけるよ。あ、おあつらえめ、演出の雨が降りました。確定演出です。ふぅふぅ、いいね。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たような。かっけえ。日が騒ぎますね。日がちって感じがしますよ。生を実感している。どんだけカムロ町で退屈してたの。おお、キャッキャッキャッ、かっけえ。これだよこれ、視聴者が求めていたもの。いやーかっけえ、いいね。まだいるぞ、どうする。できれば戦闘。あ、水払いご苦労だったな。おかげでこんなの見つけたぜ。いいね、乗せて乗せて、私も乗りたい。ちょ待って、後ろカイトさんの背中とかでいいですか。ちょ乗せてもらっていいですか。それか屋根の上がいいです。いいね。ナイス。あれ、うわ。青春してんなこの4人。青春やんこれ。